今日はよろしくお願いいたします。ザ・ゲイじゃない街をご案内いただけますか。そうですね、富永先生、昔からよく三軒茶屋はいらしてたそうですけれども、はい、三軒茶屋のどういうところがお好きですか。昔からなんとなくね、まとまってるようで、こう三皿なんかあってね、はい、こうまとまらずにね、ごたごたごたっとしてたというところが好きで、僕はそういうね、小さな飲み屋がわっといっぱいあるところって好きだったんですよね。今はどういうふうに思われます、今の三軒茶屋。今の三軒茶屋ね、なんかやっぱりちょっとまとまりがないっていうかね、あのこう道がね、こうきちんと五番の目みたいになってませんでしょ。だからね、こう こっちの商店街歩いて、今度また引っ返してこっち行ったりとかにね、ちょっとそれと高速道路が上にあって、ちょっとなんかこう雰囲気がちょっと重苦しいなと思いますね。朝5時、三軒茶屋の朝は玉電とともに明けます。通称玉電、東急世田谷線始発の一番電車が前夜の眠りから覚め、上町の車庫から三軒茶屋に向かいます。レールに響く電車の音が、この町に早い朝の訪れを告げ始めたのが大正14年。以来この周辺に住む人々の足として愛され、この電車は今ではもう人々の心と生活にすっかり溶け込んでいます。ここ下の屋通りで毎月第1、第3日曜日に開かれる朝市。こうした懐かしい光景は、昔から街道筋に発達した町として地域の人々同士のつながりを大切に育ててきたこの町の性格を忍ばせます。朝がすっかり明けると、三軒茶屋の町は賑やかさを増します。玉電と新玉川線を利用して都心に向かう人々の中継地点としての機能がフルに回転する時間です。昭和52年新玉川線が開通。この町はここを通る人々とここに住む人々、二つの表情が混じり合って生き生きと息づいています。三軒茶屋の中で一番好きなところありますか。下の屋でしょ。ここの商店街どういったところが好きなんですか。だと思います。だいたいこの朝市は必ずいらっしゃいますか。うん、だいたい行きます、うん、どういうものを求めて。うん、いつもお野菜を買って、はい、そしてお魚あまり知らないから主人買って、はい、そしてパンとかご飯とかヨーグルト。これは何て書いてあるんですか。お醤油とか、はい、卵、牛乳、鶏肉、フラワー、ベーキングソーダ、バター、野菜、ヨーグルト、豆乳、納豆。このように、そして買ってから、あ、値段の買った商品もちゃんと、はい、家計のしっかりしてらっしゃるんですね。1年前アメリカから来日、日本人の夫人になった若奥様も三軒茶屋の持つ下町的な雰囲気にすっかり馴染んだようです。はい、どうぞ。お母さん、お金。かくさん、こんにちは。こんにちは。
お客さんはこの三軒茶屋にお住まいなんですか？はい、そうなんです。すぐそばの大志堂なんですけれども。よくなんかお料理なんかもなさるんですか？私お料理は苦手で母の専門なんですけどもね。準備だけは私が自転車こいで。あ、そうですか、はい、お花もお好きなんですか？大好きです。秋の花といったら何でしょうね？何でしょうね、貴重ですね。どうぞお買い求めください。はい、どうも、はい、白がいいですか？はい、人の心を開かせる雰囲気もまたこの町の大きな魅力です。ネットティッシュ買いました。昭和39年東京オリンピック開催に伴って道路が広がり、高速道路も作られ、この町は2つに分けられてしまいました。かつてこの交差点を中心に放射状に散っていた大小の通りも、今は独立して商店街を形成しています。この町を通る人々の足をどう止めるか、そして住民一人一人の環境をどう改善するか、こうした問題を一つ一つ解決しながら、三軒茶屋の新しい街づくりは始まったところです。住民参加による新しい街づくりを考えよう。三茶フェスティバルはこのテーマに沿って、住民の一人一人が明日の三軒茶屋を考えるための新しい試みの祭典です。将来にわたってこの町が抱える問題の一つは三軒茶屋地区の再開発です。次に三軒茶屋の町づくりについてでありますが、三軒茶屋は商店街を中心にした町でありますから、何といっても商店街自体の魅力を作っていくことが大事であります。三軒茶屋地区の性格や地区全体の活性化を図るという課題からすると、やはり再開発を行い、業務や文化の機能を中心とするセンターとして整備していくことが最も適当ではないかと考える次第であります。昔から交通の要で三軒の茶屋があったことから、この地名が生まれたというこの町も、ふと路地裏を覗くと静かな佇まいに出会うことができます。再開発の中でこうした名所旧跡を忘れてはならないでしょう。三軒茶屋にもこういう素晴らしい、なんか昔ながらの、不動産ですか？なんか本当素敵ですよ、ね、今日初めて来て、はい、なんかね珍しいですね。なんか噂に聞くと、これここの目が青いんですってね。あ、なんか東京にね、目の黄色い不動産が台東区にあって、はいはい、目赤が文京区にあって、目白がこの地名がね、目が白い不動産があったから目白って言ったのかな。ちょっとこれちょっとユニークだと思いまして、はい、で目が青いのはここでね、この共学院でしょ、はい、さあそれでは今日も、まあ、あなたほどの美女でなくてもかなりの美女がに会えますようによろしくお願いいたします。では参りましょうか、はい、三軒茶屋に夜の帳が降りると、この町の新しい顔に出会うことができます。5年前にオープンしたこの音楽の殿堂は、音響効果の良さと相まって、内外の著名な音楽家たちの間でも高い評価を得ています。新しいこのホールは文化の町として、三軒茶屋の存在を国際的なものにしました。
三軒茶屋に毎日のように繰り広げられる美しい音楽の響きは聴衆の心を魅了し、今夜もまたこの街を温かく包み込んでいくようです。富永先生、将来の三軒茶屋にどのようなイメージをお持ちですか？だから三軒茶屋は三軒茶屋で、あんまりそのわっといわゆるデラックスムードというのでなくって、こじんまりした庶民の街として、もう一度古いものは古いなりに新しいものは新しく生き返るべきじゃないかな。絵で言えばどんな感じですか？うん、あのね、これ僕さっきそう思ってね、はい、書いててね、これが将来の絵ですね。将来の、これがやっぱりお花で、こ三軒茶屋の表通りはこういう花いっぱい、いつ来てもね、人間がうそうそ通ってて花を見に来るというような街にできれば、これは人が集まるんじゃないか。歴史のある街三軒茶屋、人々の命が息づく街三軒茶屋、この街は今少しずつ変貌を遂げようとしています。三軒茶屋が目指す新しい街づくり、それは三軒茶屋を愛する人々一人一人の夢を生かす街づくりであり、古き良さと新しい冒険が共存する未来型都市を目指す試みでなければならないでしょう。